帽子だ。こんなにたくさん見えるんだ。あの強く光っているのはなんていう星だろう。天体望遠鏡ってすごいな。貸してくれた出来すぎにはお礼を言わなきゃ。そうだ、昨日テレビで言ってた星座を探してみようかな。ハクション座じゃなくて、白鳥座。確か天の川の中で十字に並んでいるって言ってたけど、どれだろう。あの星は大きいぞ。もしかしたら地球みたいに生き物が住んでるのかも。もし生き物を見つけたら世紀の大発見だ。そうだねえドラえもん。で、今日はドラえもんいないんだっけ。チェ、もうドラえもんは肝心な時にいないんだから、有名になるチャンスかもしれないのに。のび太、屋根の上から声がするけど、もしかしてまだ起きてるんじゃないでしょうね。ママ、夏休みだからって夜更かしせず早く寝なさい。早く戻らなきゃ。のび太、いつまで寝ているの。いや、ちょうど起きるところだったんだよ。嘘おっしゃい。今何時だと思ってるの。今日は早く起きてしょ。分かってるってば。だからこれからやろうと。あなたが成長日記をつけると言っていた庭のお花の水やりだって、昨日は代わりにやったんですからね。だいたいあなたは、長くなりそうだぞ。どうしたんだ、そんなに大きな声を出して。パパ、のびちゃんが宿題もせずに寝ていたのよ。自分で言っていた庭のお花に水をあげるのも忘れてるし。まあまあ、せっかくの夏休みだし。あなたがそうやって甘やかすから、のびちゃんは甘えるんです。大体あなたものびちゃんと一緒で、お休みの日だからって朝からゴロゴロしてばかり。それは今関係ないじゃないか。今日こそ言わせてもらいます。そもそものびちゃんだってあなたを見て。あなたものびちゃんも休みがあるけど、私は毎日毎日お掃除にお洗濯にご飯の支度まで。
庭の草むしりを頼んでも毎回嫌な顔をして、それにのびちゃん、あなたは昨日から今やるところだったって嘘ばっかり。本当にやるつもりだったら言われる前にやるはずよ。それは良くないな。嘘はいけないぞ、のび太。パパまでママの味方するの？もういいよ。やっと帰ってこられた。これでしばらく健康診断に行かなくて済むぞ。あー疲れた。あれ、パパママどうしたの？ああドラえもん、ちょうどいいところに。のびちゃんを叱ったら走って出て行ってしまったのよ。え、またのび太くんったら。お願いドラちゃん、様子を見てきてくれないかしら。頼むよドラえもん。今帰ってきたばかりなのに仕方ないな、のび太くんは。そこに誰かいるよ。森の出口を聞いてみようよ。うん、でも少し様子がおかしくないかしら。おーい、行っちゃったよ。みんな大変だよ、早く来て。
できないかしら。任せて。こんな時は。お医者さんカバン。みんなも手伝って。これでもう一安心だ。よかったわ。よし、今度は翻訳こんにゃく。みんな翻訳こんにゃくを食べて。そうすれば言葉が通じるはずだよ。ねえ君、もう平気？うん、ありがとう。助かったよ。僕はライトっていうんだ。君たちは？僕、のびのび太。私は源静香。俺はゴーダタケシ。ジャイアンって呼んでくれよな。僕は骨川スネオ。よろしく。よろしく。みんな少し変わった名前だけど、どこから来たの？僕たちはね、他の星から。そっか、他の星から人が来るなんて珍しい？うん、僕は初めて見たよ。でもここはもともといろいろな星の人が集まってできた国だし、おかしいことではないのかもね。そうなの？それで君たちはその星から何を。他に人間が住めるような星を探してたら偶然ここにたどり着いたんだ。へえ、それじゃあこの町のことは全く知らん。それなら助けてくれたお礼にとっておきの場所に案内するよ。本当？いいの？ありがとう。僕のお気に入りの場所なんだ。うわー、広くて気持ちいいな。素敵な場所。これは小麦畑かな。日本じゃなかなかお目にかかれないね。ま、僕は北海道で見たことがあるけどね。小麦ってことはこれ全部パンやお菓子になるのか？
どら焼きにもね。二人とも最初の感想がそれなの？食いしん坊だな。なんだと？なんか文句でもあるのか？文句はないよ。みんな気に入ってくれてよかったよ。この小麦畑は町の人がお腹を減らさず豊かな暮らしができている証なんだ。確かにこんなに小麦があったら一生食べるのに困らないかも。でもそれが、それ以外にもあるよ。僕もここには最初連れてきてもらったんだ。その時の僕は何も言えなくて、ただこの広い小麦畑に見とれちゃった。ライトのお父さんもここが好きだったのかな。そうかもね。僕の父様はいろいろなことを知っていたし、とても優しかったんだ。素敵なお父さんね。そんな父様が口癖のようにいつも言っていたことがあるんだ。この星に住むみんなが手を取り合って楽しく暮らしていけるようにしたいんだって。みんなが手を取り合って、人と動物が力を合わせて自然の恵みを作る。父様は牧場を使ってその夢を実現しようとしていたんだ。牧場？案内するよ。この牧場は大昔からあって、いろいろな種族の人が集まる賑やかな場所だったんだ。でもある時から町の人の交流も減って寂れてしまったんだ。父様は昔の賑やかさを取り戻そうとしていたんだけど、その途中でね。ライト、僕は父様に代わって牧場を昔みたいに賑やかにしたい。そうすれば町の人たちの中ももっと良くなるかもしれないし、この牧場で父様の夢を叶える、それが僕の夢かな。素敵な夢だね。ええ、お父さんの夢を叶えたいなんて素敵なことだわ。ねえ、ライトの夢を叶えるのを手伝わせてよ。え？のび太が手伝ってくれるの？うん、せっかくこの星に来たからさ、僕が力になれることがあれば何でも言って。そういうことなら俺とスネ夫も手伝うぜ。ちょっと、なんで勝手に僕まで？まあ、ありがとう、嬉しいよ。ライト、大丈夫？まだ傷が痛むの？傷はもう大丈夫だよ。でも体力がまだ戻らなくて。無理しちゃダメだよ、治ったばかりなんだから。僕たちに手伝えることはない？本当かい？じゃあ悪いんだけど、少し牧場の仕事を手伝ってもらえないかな。できれば今日やっておきたくてね。もちろんだよ。ね、みんな。
頑張ってよ。あれ、ジャイアンスネ夫どうしたの？いや、実はな、この辺りを探検し調査調査してこようと思ってるんだ。調査？そうそう、知らない星なんだし情報が必要でしょ。さあ、そうと決まれば早速。え、ちょっと二人とも出発。行っちゃった。もう絶対二人とも遊びたいだけだよ。調査ってなんだい、ライトに聞けばいいのに。まあまあ、のび太さん、私たちだけでも手伝いましょう。うん、そうだね。ライト、僕たち3人は手伝うからね。うん、ありがとう。でも、そうは言っても、僕、牧場の仕事なんて何をしたらいいのか全然。心配しないで。もちろん僕が教えるよ。大変だろうけど、よろしくね。ライトが教えてくれるなら安心だね。よし、頑張るぞ。さてと、どうかな。お願い。実は、それじゃ、よし。なに？あのね、ねえ、いいね。さてと、どうかしら。いいね。ごめんね。それでね。
どうかな。はーい。はい。あのね。わかった。よし。よし。よし。さてと。あのね。わかった。よし。さてと。それでね。ほら。よーし。よし。あのね。よーし。
でもね。あら？そうだ。よし。それはね、あのね、それでね、それでね、よし、よし、よろしくね。うん。あれ？
このね。よし、でもね、よし、ありがとう。どうかな、
ってと。あのね、へえ、それでね、それでね、ほら、そうだ、うん、それでね、あ、それでね、あのね、それでね、そうだ、さてと、それでね、
ありがとう。すごいよ。すごいわ。そうね。それじゃあ。ありがとう。
そういえば、それじゃ、そうだ。ほら、わあ、そうだ。それじゃあ、どうかな。おやすみなさい。おやすみ。やあ、なに？あのね、うん、さてと、それでね。それでね。へえ。よし。あのね。それはね。またね。よし。あのね。
あ、それでね、えへん、ありがとう。そうだ、ドラえもん、のび太の牧場物語、大自然の王国とみんなの家。